乱闘の置かれたこの緊急事態に対し、国防省は音波砲の増強を決定し、本日中に空輸される予定だ。なお新しい敵の侵攻は撃退したが、この島のウラニウム資源を狙って敵は何を企んでるかわからん。したがって全島を徹底的に捜索し、万全の守備体制を敷こうと思う。橋場一曹は西住以下3名を連れて西側のジャングル地帯を偵察しろ。はっ。一緒に行く。危険だからダメだ。うん、おとなしく待っちょれ。そう。また海だ。どうやら磁石の機関庫通帳帯にあるらしい。両岸地帯では磁石の効かないところもあるでしょう。何のと言いたいとこじゃが危ないのはおじさんたちだ。上から見ると丸見えだ。参った参った。どこまで行くの？島の西側を偵察してるんじゃがの。じゃあ僕が案内してあげる。頼む。ついておいで。見よ、地球人はまさに全滅寸前にある火山島に音波砲を空輸してきた。音波砲は断じて火山島に入れてはならない。我々は火山島を完全に占領して豊かなこの島のウラニウムを掘り出し、その力で地球を征服しよう。そのためにはまずこの島の孤立化を図ろう。戦士諸君、あの空輸部隊を叩き潰せ。
何だろう。あの虫の化け物どもの宇宙船像、いつの間に降りていたんだろう。そばで見ると随分でっけえもんだの。それにしてもいやに静かですね。気付けろ、奴ら出てったらまたどんな怪物がいるかもしれんたい。ワクワクしましょうか。うん。待った。どうしたポッコ。どけした。うわ。お。なんじゃこりゃ。ダメだ。うん。くん。ちきしょう。これは我々の目で見ることはできない。壁を張って留守を守ってんですよ、きっと。急いで来たいじゃ、本部が干されてるかもしれんたい。急げ。三戦闘隊、突っ込め。早く報告せねばいかんばい。急げ。飛行機からの通信は全部。怪獣か。確かにそう言ったんだな、怪獣と。はあ、狂ったように怪獣、怪獣。でもそれが最後でした。ああ。とするとやっぱり見破られてたんだな、音波砲の輸送は。隊長！隊長！隊長！お！軍が海から現れた怪獣に攻撃を受けていましたい。おう。無線は全部途絶えてしまった。やっぱり。敵の宇宙船ば発見しました。何？ボンコに案内してもろて、この西側の山地で。お、敵はその宇宙船ば基地にしていました。破壊できなかったのか。はあ、目に見えない壁で守られていて近寄れませんでしたが、しかし音波砲ならなんとか。うん、この地点ですたい。ん、今の音波砲の位置からではこの302高地が邪魔してダメですが、音波砲の位置をこの地点に上げればなんとか。いや、それはまずい。敵から丸見えだ。お、何か落としたぞ。お、いやいや、隊長、これが、こんなものが。おお、隊長、チキショー、あの三色王名。そう、待て。しかし、頭を打たんと。わからんのか。相手は超音速だ。もう射程外にいる。隊長、隊長は悔しくなかったですか。俺だって悔しい。だが今じゃ一問しかない音波砲だ。大事にしなきゃ。隊長、攻めるは安く、守るはガタシと言いよりますばい。音波砲でなければ敵をやっつけることはできませんばい。隊長、よし、一撃必殺といくか。バテン、難しいことでごわす。これば敵に見えるところに出したときは勝負ですたい。うん、始め。はいよ。
地球人たちは音波砲で我々を攻撃するつもりらしいが、そうはさせない。勇敢なる戦士諸君、音波砲をぶち壊しに出かけよう。行け。わからんぞ。どうした？どうしたの？やられとるんじゃ、音波砲が。敵の妖怪駅で音波砲の発射装置が溶けちょるばい。たった一つの音波砲じゃなに。尾崎。はっ。至急国防省に連絡して取り寄せろ。はっ。変更よーい。そえ。待ちたまえ。は？潜らずに行く。尾行したまま全速で直進しよう。艦長、それでは敵の警戒網に引っかかります。この際危険を避けた方が。いや、潜ればスピードが落ちて火山島到着が遅れる。わかりました。燃料 OK。 油圧正常、電圧12000ボルト、コンバーター異常なし。 OK。じゃあテスト始めよう。10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1、発射。スロットル展開。
八村八だ。おい、お来たぞ。本部どうぞ、本部どうぞ。班長、あれ何でしょう。シラモンだ。ポラリス戦闘用意。ポラリス戦闘用意。ちくしょう、待ち伏せしてやがったんだ。しかし、やる気らしいぞ、軍船は。まっすぐこっちへ向かってくる。注水、注水弁作動不能、二次電源浸水。復旧にどのくらい時間かかるか。はあ、努力はしていますが、早急には。艦長、ダメです、このままでは。よし、急速展開、煙幕張れ。専用砲台に集めろ。はっ、行くぞ。おらCome on!
調べろ。はっ、遺跡ハーバーを点検しろ。はっ。